皆さんこんにちは。韓国人と日本人のアイドルグループとして人気のアイリット。今回はそんなアイリットに関するイロハの号泣や足を出さない理由から数々の炎上とパクリ疑惑についての話をご紹介しましょう。2024年10月21日18時、アイリットがセカンドミニアルバム I'll Like You をリリースします。それを控えて同日ショーケースを開催。デビュー曲活動では生歌について厳しい声が上がっていました。そのことについて聞かれると、イロハは多くの方々の意見をかみしめ、いい姿をお見せするためにライブの細かい部分までチェックしながら多くの努力を傾けた。今後も成長を続けるアイリットの姿をお見せしたい。ユナはこれまで海外公演、大学祭など多様な舞台に上がった。舞台の上に積み上げた多様な経験が引き続き成長できるようにしてくれた土台になったようだと語っています。メンバーの中でも特に歌唱力が酷評されていたのはモカ、宮脇さくらキュートの声も上がるほど。そんなモカは今回のカムバックを控えて再びデビューするという気持ちで舞台を準備した。常に初めてのような気持ちで最善を尽くそうとしていると述べています。また2024年11月5日にはアイリットが KBS コンテンツドル博2日に登場。イロハが涙を流す場面が注目されています。番組終盤でメンバーが食事をしながら感想を述べるシーン、ユナが美味しいものも食べてみんなたくさん充電されたと思います、この力を得てと述べると、すぐ隣にいたイロハに異変が。ユナがイロハ泣いてるのと言うと本人は泣き出してしまいました。メンバーたちに慰められながら気持ちを整えたイロハは涙の理由について撮影しながら、とても楽しくてスタッフの方々がすごく温かいのでとても最高でしたと述べています。アイリットは今年3月にデビューしたばかり。デビュー早々ハイブとミンヒジン氏の騒動に巻き込まれる形でニュージーンズパクリ疑惑が取り沙汰されることに、 SNS には騒動で生じたヘーターによるコメントも目立っています。撮影スタッフから優しくされたという特段なんでもないことで涙を流したことから、ストレスで感情が刺激されやすくなっているのではないかと心労を心配する声が聞かれています。 YouTube 動画コメント欄では、幼い年で他国に来て過ちもなく、悪口という悪口は全部言われてどんなに大変だったのだろう、心が弱ってるね、世の中には美しくて温かい人の方が多いということを分かってほしいといった声が上位に表示されています。そんなアイリットですが、最年少日本人メンバーのイロハはステージパフォーマンスを披露するときに一人だけズボンを履いていることが多いですよね。またデビューに合わせて前髪を眉毛状の短さにカット。これらのビジュアル的な変化に対して、なぜイロハだけズボン、前髪どうしたのと違和感を抱いたファンから声が上がっています。公式な発表はありませんが、ファンが推察している理由がいくつかあります。まず未成年で最年少メンバーだから露出を減らしているという意見。韓国のガールズアイドルグループの中で未成年に露出度の高い衣装を着せるのはどうなのかという議論は頻繁に起こっています。特にアイリットと同じくハイブの子会社であるソースミュージック所属のルセラフィムは露出が多い衣装が多いのですが、その中でも未成年のメンバーであるホンウンチェさんの衣装や振り付けが性的対象化していて不適切だと炎上したことがありました。また未成年を象徴する制服を着てセクシーな振り付けを披露したスマートという曲に批判も。このような流れから韓国アイドル界で未成年の性的対象化を回避する動きが高まっていますので、ハイブ側もアイリットにもその観点を適用させてプロデュースしていると思います。ただアイリットのメンバーの最年少はイロハ16歳ですが、その1歳上のウォンヒさんも今年17歳の年、本来なら高校2年生の学年であるウォンヒさんも未成年で衣装の露出には配慮があるべき年齢ですが、ウォンヒさんのズボン着用率は低いです。よってイロハが足を出さずにズボンが多いのは未成年だから露出を減らすためという理由ではなさそうです。続いて足に怪我してるから本人がパンツスタイル希望しているという意見。もしかしたらある一定の時期だけズボンを履いていて怪我を隠しているのではないかと言われましたが、特に一定の時期だけズボンを履いていたということはありませんでした。またパンツスタイルの衣装でステージを行った1、2日後にはミニスカートやショートパンツの衣装でパフォーマンスをしていましたし、
なんならライブステージで1日2曲歌う場合など、パンツスタイル、カラー足出しスタイルに衣装チェンジしていました。一例を出すと、2024年5月12日に日本で行われた韓国カルチャーの祭典 KCON JAPAN のステージ、白パンツ衣装から TWICE のカバー For What Is Love を歌った学生服風のミニスカ衣装にチェンジ。この辺りから見てもイロハ側に足を隠したい意図やパンツを履きたいという本人の希望はなさそうです。そのためイロハがズボンが多い理由としては、5人の衣装のバランスを考えて差別化としてのパンツスタイル担当説が有力視されています。ユナさんは可愛いに全振りして、イロハは前髪も切って、幼さや若干の少年っぽさを担当しているような、そんな5人でのバランスの取り方なのではないかとも思います。ミュージックビデオやテレビ出演の際にパンツスタイルが多かったので、よりズボンイコールイロハの印象がついたのかもしれませんね。なお、低身長に思わせないためのズボン作戦説も一部ではささやかれています。正式には公表されていませんが、見る限りではイロハはアイリットメンバーの中で一番身長が低いです。そのためイロハは常に厚底の靴を履いています。5人で息の合ったフォーメーションダンスを披露するには、ある程度身長も揃っていた方が良いのでしょう。そんなアイリットですが、過去には様々な形で炎上したことがあります。アイリットの炎上した一つ目が、アユネクでウォンヒが贔屓されたことです。アユネクはウォンヒがデビューしたきっかけの番組ですが、番組側が突然のルール変更をしたことで炎上することになりました。アイリットのデビューを決めるオーディションでしたが、最終回でルール変更、ウォンヒが1位になり逆転する結果に。ウォンヒをゴリ押しする番組サイド含めて炎上騒ぎになりました。多くの視聴者に不公平感を感じさせたオーディションでしたが、裏で見えない力が働いていたという憶測も出ています。アイリットの炎上した2つ目が、ウォンヒのスキルが他のメンバーに比べて低いことです。アイリットは圧倒的な歌とダンスのパフォーマンスが特徴的で、ウォンヒは他のメンバーに比べるとスキルが低いと言われています。番組に出演することで成長していると応援するファンもいる一方で、スキル不足からデビューはまだ早いという意見も多いです。可愛らしさやスター性の高いウォンヒですが、他のメンバーのスキルが高すぎることもウォンヒのアラが目立ってしまうのかもしれませんね。オーディションでは長年スキルを磨いてきた実力者が脱落して、ウォンヒがデビューしたことも批判の代表になっています。アイリットの炎上した3つ目の理由が、ウォンヒの性格が悪いことです。アユネク内でシャネルが難しい歌唱パートが多いから減らしてほしいという訴えに対して、ウォンヒは早口でまくし立てたり言葉を遮るなどの行動の一部始終がファンから性格が悪いと言われるようになりました。シャネルがイライラしている姿を見て爆笑するウォンヒに対して嫌な気持ちになるファンも多く炎上騒ぎになりました。アイリットの炎上した4つ目の理由が、ウォンヒのアンチ通報はやらせということです。ウィーバース配信の際、ウォンヒがしきりにスマホをタッチしている動作が映っていました。アンチコメントを削除していたウォンヒですが、それに対してかわいそうというファンからの声もありました。ですがその行為がやらせではないかと疑惑が出ています。スマホからアンチコメントを削除するウォンヒは挙動不審で不自然なほど、スタッフをチラチラ見たりと誰かの指示を仰いでいるようでした。アンチコメントを削除しているかわいそうなウォンヒを演出するためのやらせだったのではないかと炎上しました。アイリットの炎上した5つ目が、ニュージーンズを批判するアカウントをフォローしたことです。アイリットはニュージーンズのパクリとプロデューサー側で揉めていた経緯がありました。そんな中でアイリット公式 X がニュージーンズの批判アカウントをフォローしたことで炎上騒ぎになりました。誤ってフォローをしてしまったようですが、結果的に火に油を注ぐ結果になったのです。なおパクリ疑惑はニュージーンズを手掛けたミンヒンジが主張したことからささやかれるようになりました。ニュージーンズを手掛けたミンヒンジとハイブ側がパクリ疑惑から対立することに。アイリットとニュージーンズは同じハイブの傘下ではありますが、ハイブ側はミンヒンジにハイブをやめてほしいという姿勢。ミンヒンジもアイリットがニュージーンズのパクリと告発したからハイブを自分にやめてほしいのだろうと、解雇をめぐって泥沼のやり取りが続いていました。プロデューサー側が対立をしている中で、アイリットがデビューしたことでパクリと指摘されてアイリットの炎上につながったのです。では2つのグループを比較してみましょう。パクリ比較、1つ目がグループの人数構成です。アイリットのメンバーは5人、ニュージーンズも5人です。グループ人数構成はどちらのグループも5人ですが、数あるアイドルグループの中でメンバーの数が被ることはよくあることなのかもしれません。パクリ比較2つ目がコンセプトです。
アイリットはふわふわ女の子系のコンセプト、ニュージーンズは2000年前後の厚底シューズに、チラ見せファッションがコンセプトです。メンバー全員が美女であることから似ているように思えますが、コンセプトで見れば大きく異なると言えます。パクリ比較3つ目がカメラの撮影構成です。アイリットとニュージーンズは撮影時のカメラ構成がパクリと言われています。メンバー全員が目をつぶって寝ているシーンは構成がそっくりに感じますが、背景や衣装が異なることからパクリではないという声も多いです。パクリ比較4つ目がダンスの振り付けやフォーメーションです。アイリットの振り付けはニュージーンズのパクリと言われています。ダンスの振り付けは部分的に似ていますが、アイドルとして曲はたくさんリリースするわけですから多少似てしまう部分はあるのではないでしょうか。パクリ比較5つ目が衣装などの服装です。アイリットとニュージーンズの衣装はパッと見似ているように見えます。アイリットは可愛い系、ニュージーンズはクール系の衣装とコンセプトに合っていて全く別という意見も多いです。パクリ比較6つ目がアルバムのデザインです。アルバムのデザインがアイリットがニュージーンズのパクリと言われていますが、立ち位置や服装、雰囲気は似ています。それでも5人グループで似ているデザインになることはあるのでパクリとは呼ばないという声が多いです。パクリ比較7つ目がヘアメイクです。デビュー当時のアイリットとニュージーンズを見比べると黒髪ロングで自然なメイクで雰囲気はそっくりです。韓国ではデビューしたばかりは黒髪ロングでナチュラルメイクが一般的なのでパクリとは呼べないでしょう。パクリ比較8つ目がブランドイベントへの参加です。ニュージーンズは2022年8月にシャネルのイベントに参加し、アイリットは2024年3月にアクネスタディオズのキャンペーンに参加しました。イベントショーに参加する活動がパクリと言われていますが、2つグループが参加した時期も空いていますし、それだけでパクリと決めつけるのは早い気がします。いかがだったでしょうか。今回紹介したアイリットに関するイロハの号泣や足を出さない理由から数々の炎上とパクリ疑惑についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。